ヤガチャガチャンネルは。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はいどうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、2023年11月15日の放送分です。いかがお過ごしでございましょうか。ヤガミンことヤガミハヤテでございます。いやね、本当にですね、一人語りの時間が増えましてね、ラジオもそうです、ヤガチャガチャンネルもそうです、ゲーム実況やってる間はもうもはや一人語りの連続です。 TikTok 始めました。もうね、トークスキルがこれで伸びないんだったら伸びる方法わかりませんね。まだまだトークスキルは伸ばしていきたいもんですね。私はね、喋っていて自分で知ってるんですよ、ノイズが多いって。みたいなことよく言ってるんですよ、特にドラクエ10ね。あのあれなんですよね、調べてる間に調べてるものがたどり着けてないんですよ。なので場をつなごうとしてるんですよ。それ自体は別に悪いことではないと思うんですが、その場つなぎっていうのをやろうとしてるのがいかんせん、なんて言うんでしょう、うまくできてなくてノイズが入ってしまってることが多くて、特にドラクエ10は毎回収録していて、もっとうまく喋れないものかななんていう風に思いながらね、収録をしてることが非常に多いななんていう風に思ったりしてます。なのでね、もっとここら辺ね、あの磨いていきながらですね、トークスキルが高い配信者さんとして頑張っていきたいななんていう風に思うわけですね。やっぱりいろいろね、配信していて目的とかってあったりするかもしれませんが、私は何よりもね、そのトークスキルを上げて、まあ少しでも聞いてくれている人が暇しないとか、そういうところにね、もっと磨きをかけていきたいなっていう風に個人的には思ってるんです。やっぱりいろんな技術ってあるけど、正直ゲームを磨くっていうのよりもそっちかもしれない。だってゲームの技術っていうのはね、それこそ汎用的に使えるところもあったりはしますけども、やっぱそれぞれのゲームごとに特性が違いますから、基本的には一から覚え直しっていう感じになるわけですよね。だけどそうじゃなくてね、あのこういうトークスキルっていうのは、それこそトークスキルが高くなると全実況動画が面白くなるかもしれませんし、みたいな形でね、まだまだ飽くなき探求心というか、まだまだね、自分のこと磨いていかなきゃななんていう風に思っている今日この頃でございますし、まだまだ遠いなという風に思っているわけでございます。なのでね、少しでもこうやって毎週毎週やってるラジオがね、皆さんに楽しんでいただけるように、まだまだ磨きをかけて頑張っていかなければな、なんていう風に思っているので、何卒皆様よろしくお願いします。というわけでございましてね、今週も30分間、よかったらですね、私ヤガミンことヤガミハヤテのちょっとした小話にお付き合いくださいませ。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたフリートーク近況報告のコーナーでございます。基本的にはね、あの順番通りに読ませていただいてたんですけど、どうしてもね、あの読みたいお便りがあったので、こちらのお便りをまず読ませてください。ですね、久々に、これはね、先に言うんだけど、今から喋るのは悪い意味ではないからね、悪い意味ではないからね、あのそれは特にだけど、今手紙読まれる方はね、あの勘違いしないで最後まで聞いていただきたいなと思うんですが、カネコンガーさんからいただいたふつおたでございます。ありがとうございます。こんばんは、ヤガチャッチャです。はい、こんばんは。最近私がすることを書き込みます。以前このラジオで、地方にいながらにして関東の番組が拝見できるアプリをスマホに入れたというお便りをしたと思いますが、そのアプリを寝る前に使っておりまして、それはです、そのアプリを寝る前に使っていて、それは全力坂という坂を登る女性の番組があるんですけども、女性が坂を登ってる間だけ息を止めて、女性が坂を登り切って息を切らしてハーハーと呼吸してるのと、息を止めてて息止めを止めて大変な自分の呼吸を合わせたまま布団に入り、いつも寝るようにすると2分で水面につけるようになりましたね。ちょっとこれ文章はあれだね、あれ何、要は女の子が全力坂を登ってる間はカネコンガーさんも息を止めるんだって。でもちろんながら女の子は坂道を登ってるから大変じゃない。で女の子が坂を登り終わったら、まあ大体全力坂って最後ね、女の子が肩で息してる、はぁ、あっていうのが流れながら終わるんだけど、そこに合わせてカネコンガーさんも呼吸を再開するので、すると全力坂の女の子と、カネコンガーさんの呼吸がシンクロするわけだ。
ね、でそれで2分以内に、睡眠につけるようになりましたと。中には坂を登り切っても息を切らさない人もいることがあって、その時は私は徹夜です。なぜならば息を合わせられないから。長崎では全力坂の番組は放送されてないので、このアプリを入れてよかったと思う瞬間の一つです。八神さんは寝る前に必ずするルーティンみたいなことはありますか？いや、あのね、俺のルーティンの話はどうでもいいね。なんだろう、ここ最近見たやつの中でめちゃくちゃ癖が尖ってて好きなメールでしたね。なんだろう、これ悪く言うと気持ち悪いみたいな表現をする人もいると思うんだけど、いいじゃんねそういう癖、大好物よ。うん、いやだってね、あれでしょ、あの女の子がさ、あのクラウチングスタートじゃないけどさ、大体運動できねえ女が走るからさ、あのやたらめたらよーいの時みたいに、あの腕をピッてやんだよな。でピッてやった状態でみんな走るんだよねっていうさ、俺全力坂フリークではないんだけど、全力坂やってたら見ちゃう感じがあって、だから全力坂に関してはなんとなくは知ってるところなんだけど、あれを睡眠のメソッドにする、だってあの番組1分番組かなんかだべ。だから2分で寝られるっつってるけど1分半ぐらい自走だべこれね。要は女の子がさ2分間ってやってて、それに対してでやりながら呼吸を合わせて寝るんだったら何の文句もないんだけど、女の子のゼーハー15秒ぐらいで切れるべ。なんで結論的には残りはカネコンガーさんの自走でしょこれ。いいね尖ってて。最近のねお手紙の中ではね、めちゃくちゃ尖ったメールでね、個人的には非常にねいいねと思いましたね。私の寝る前のルーティンか、なんだろうな、特段ないけどアイマスク耳栓かな。でちょっとしか寝れない時、俺基本的にはあのなんて言うんでしょう、断続的な睡眠というか、断続的で合ってる、要は1時間半しか寝ない、2時間しか寝ないみたいな睡眠をとることが結構多かったりするんですよ。でそういう睡眠をする時は基本的にはエアポッツ耳の中にぶち込んで、なんて言うんでしょう、 738Hz みたいな、睡眠の時に脳波が落ち着くリラクゼーション BGM みたいなあるじゃない、あれをずっと流しながら寝るっていうのをやってるぐらいかな。あとはね、めんどくせえなーと思うのが、今その俺寝る場所が2箇所あって、まあ基本的にはその寝室、要は奥さんとの寝室があって、ベッドが1台デデドンってあって、まあそこで寝るか、または自分の部屋にヨギボードーンって広げて寝るってやってるんですけど、ヨギボーって本当に使った時間に比例して劣化していくんですよ。で底打ち感なんて言ったりするんだけど、そのヨギボーを使ってて、なんつうのかな、本来だったらふわふわで浮いてる感覚みたいなのが得られるんだけど、明らかに背中とかケツとか床に当たってんべこれっていう感じになっちゃうことがあって、でそうなった時にはまずやらなきゃいけないのがカバーが伸びちゃってるんですよ。なのでね、そのカバーをまずは洗濯して乾かすと材質上縮むので、それでまずキュッとさせて、でなおかつビーズを追加していくっていうのをやるんだけど、まあ残念ながらさ、もともとあったビーズを抜くわけじゃないから、元入ってたビーズが潰れているところにビーズを入れていくので、どんどんと重たくなってくるんですよね。なのでまあそのうちね、限界を迎えてしまって買い替えないと当時の感触にならないっていう感じのルールになってるんですけど、これがめんどくさくてね。やっぱりヨギボー自体はね、別にそんな安い買い物でもないので、ヨギボーミディだと2万いくらとかするでしょ。で2万いくらとかしてるものっていうのを買い替えるってなかなか重たいじゃないですか。だからね、これがね毎回毎回な、めんどくせえなと思いながら、ただまあやっぱりヨギボー自体はね、自分の中では相当癒しになってるので、まあそれをね使っていきながら寝るみたいなことやってるんですが、まああとはね、寝る前のルーティーンとかで言うと当たり前かもしれないけど、風呂には入るじゃない大体ね。って時に私は基本的にめちゃくちゃ入浴剤を気にするタイプなので、まあどちらかというとね、リラックスできる系の入浴剤をぶち込んで、少しでもね自分が癒されるようにね、しながら
まあ要はそういうストレスみたいなもの、ストレスってねどれぐらい蓄積してるかようわからんので、はっきり言って。なのでね、そのストレスっていうのが あんまり溜め込まないようにみたいな感じでケアはしているつもりですね。できてるのか知らないですけど、いやこのメール見た時にね、久々にねいい意味でおいいねって、なんか気持ち悪いねと思ってね。ただこの気持ち悪いって言ってるのは否定とかは本当に何もしてないですからね。これなんていうのかな、なかなか伝わらないことかもしれないんですけど、まあ例えば私なんかね、お仕事でクリエイティブのお仕事をやらせていただいていて、まあいろいろとものづくりとかしてるじゃないですか。だけど世間一般からしたらものづくりしてる人なんて気持ち悪いことこの上ないんですよ。要は気持ち悪いというか嫉妬の対象というか、いろんなネガティブな感情を抱かれるんですよ。だって例えば私の場合なんかね、もうひたすらなんか本とか読みながら、まずプロットっていうような、どういう構成にするかみたいなことを考えて、でそのプロットっていうのを考え終わったらひたすらキーボード叩いてるので、よくね、そんな楽な仕事で金もらえて羨ましいねっていうような言葉に近しい言葉とかを浴びることがあって、まあ要は理解されないんですよ。だからでなおかつ人間って理解できないものって気持ち悪いと思っちゃうんですよね。だからよく気持ち悪がられるんですよ。だけどうるせえなって話なんですよね。で別に私の場合、このクリエイティブな仕事をやってることを他人に理解してもらおうなんてみじんも思ってないので、要はこうやって YouTube の趣味とかもそうですよ。こんな再生数なのに何のやる価値があるのとかね、言われることとかもあったりしますけど、楽しくてやってることに何か結果求められても腹立つだけなんですよね。まあもちろんながらね、趣味の中でも自分自身も結果は求めようとしているので、ただただダラダラをやるつもりはないです。ただ自分の中ではね、こういうことをしてみたい、ああいうことをしてみたいみたいなところはしっかりとある程度ターゲットを絞った上で対応しているつもりなので、そこに関してとやかく言われる数値って本当にないんですよね、全くと言っていいほど。なのでね、まあこの気持ち悪いっていうのは特殊性が高いというか、独自性が高いというか、私はねそういう言葉をね、リスペクトを称してユニークって呼んでるんですけど、でユニークって言葉好きなんですよ。まあユニークっていう言葉はね、唯一無二、言ってしまえば要は被らないものっていう意味なので、これはねカネコンガーさんのねユニークだと私は思いましたので、まあなんか茶化してるように聞こえるかもしれないけど、とってもいいことだと思いますよ。とってもいいこと、世間一般には言わない方がいい、とってもいいことね。なかなかね、なんでしょう、要は全力坂のねコーナーを集中して見てるみたいな感じっていう風に思うとね、へーって思う人もいるかもしれないから、でも番組はそういう番組だろうよなと思いますけどね。それでは、続いてのお便りです。こちら、霜焼けに苦しむケセからいただきました。ありがとうございます。手先足先が冷えがちなケセですよ。毛玉のくせに手足があるのかって、ふわふわのこのうちの4本が手足なんですよ、探してみてね、ということで、やがちゃっちゃケセパサに対しての知識、やがちゃっちゃね。霜焼けが怖くなってきましたね。寒くなればなるほど霜焼けになる危険性が上がってくるので、毎年ヒヤヒヤしています。靴下を重ねれ、靴下を重ね履きしたりとか、ハンドグリームとかで気をつけてはいるんですが、2年に1回くらいは絶対になるんですよね。しんどい、気をつけてるはずなのに。今年はならないようにお祈りしながらやれることをやります。しようしよう。八神さんは霜焼けとかしたことありますか？特になければ冬場はこれに悩まされてるみたいなものがお話聞きたいです。霜焼けってどうなんの？これ霜焼けってなったことないかもしれない、もしかしたら人生で1回も。霜焼けって何？ちょっとググってみようかな。なんかあれか、要は今の話で言うと足先とかが何、真っ赤になっちゃったりすることなのか、赤切れみたいな。でもいろんな種類があって、そのなんかちょっと一部だけあざができるような人とか、あとは何、指の第二関節のところが赤くなっちゃうとか、もう全体が腫れ上がっちゃうとか、いろんなのがあるのか。へえ、なったことないかもしんないな、俺個人、なったことないかもしんないな、もしかしたら。冬場困ってることか。ゲーセン行くじゃん。で例えばじゃあゲーセン行ってビートマニアやろうと思った時の1回目って、なんかやばい、つぶやきしろのネタみたい。冬場にゲーセン行った時の1回目のビートマニアって手がかじかんでそれどころじゃなくなるよね、みたいなね。伝わんない人ジェネレーションギャップなんで、つぶやきしろで検索しといてください、よろしくお願いしますね。というところなんですけど、それぐらいかな個人的には。
あとは部屋が寒すぎた時とかに手がかじかんでキーボードがうまく打てないみたいなことは正直あったりするけど、まあ極論そんなもんかな。なんか冬場に困ってることは寒いってこと。うん、なんか寒くて布団から出る気がしなくてやる気が湧かないっていうのがあるんだけど、ただねそこに関してで言うとね、これ嫁には大迷惑だと思う話なんだけど、原則あんまりね布団の重ね掛けをしないんですよ。めちゃくちゃあったかい状態で暖を取って夜寝るみたいなことしてなくて、なんで寝起き大体死ぬほど寒いんですよねっていう寝起きを過ごすことが多くて、でまあそれをね当たり前としてしまっているので、なんていうのかな、あ寒いからお布団から出られないじゃなくて、起きたら寒いんすよもう、その布団をかけてる程度じゃ。なんでもうなんか諦めるしかない。要はお布団の中にいるから大丈夫じゃなくて、今すぐにこの場から脱出して何かしら手立てを取らないともっと寒くなるっていうシチュエーションに自分の身を置いてることが多いので、まあそのね関係かはわからないですけど、基本的に冬場でもガバッと起きることが多いのであんまり困ってないかな。ただやっぱり夏場に比べて冬場の方が起きるのはだるいはだるいなって思うことが多いので、まあなんだろう、ない方がいいよね。ずっとねなんか秋の入り口ぐらいの気温ちょっと涼しいぐらいだったらいいのになとはよく思いますけどもね。というところでございまして、ねお手紙読ませていただきましたが、まだまだね時間はあるところなので、もちろんながらですね残りの時間はですね、なんて言うんでしょう、いろいろとフリートークなんてかましていきたいななんていう風に思ったりするのですが、まあなんて言うんでしょう、 YouTube ってまあ別に YouTube に限った話でもないんですけど、これマジでね毎回毎回このフリートークって喋ってる最中に時間足んねえな何話そうかななんであんまり出口がない話をしちゃうんですけど、最近ねまた YouTube とか TikTok とかそういう配信系サービスっちゅうんですかね、迷惑系配信者さんが目立つようになりましたね。で例えばね私ね電車って嫌いじゃないんですよ。どちらかというと写真見る鉄なんですけどね、撮る鉄でもなくてっていうところなんですが、まあやっぱりですけどね電車好きな人っていうのがやばい人っていう認識をされる率がすごい上がっちゃいましたよね、過激な撮り鉄さんのせいで。でね最近はね自警団系配信っていうのかな、要はなんだろう、 JR の平和は俺が守るっつってね、痴漢したかしてないかもわからない人のことね、お前痴漢しただろうとか言ったりとか、そういう風な配信者さんがなんか非常に増えているんですが、認識のグループってしんどいですよね。例えばですけどね、私なんかゲームオタクっていう風に自分のこと言うても25年ぐらい立ちますわ。小学校高学年ぐらいからずっとゲーム大好きって言い続けてるので、まあ本当にねそれぐらいずっとゲーム大好きってなってるんですけど、まあ例えばゲーム好きのやつらっていうのは、まあ反対にいる人からすれば生産性のかけらもない何の結果も出ないものに時間を費やしてる無駄な人生を過ごしてるやつみたいな認識をされるわけですよ。なんですけど私個人としてはね、遊びがない人生とは何事かと思っているので、まあ例えばねこれなんか以前もラジオで話した気がしますけどね、いろんな物事において遊びと言われる部分があるんですよ。まあ言うのであればね、テンションなんていう言い方もしたりしますけど、テンションじゃなくてテンションの方ね、糸の張り具合みたいな、要はこれだけ引っ張っても動かないけどこれ以上やったら動くみたいな。一番わかりやすいのは車のアクセルとブレーキね、あれは遊びっていうのがあるので、1ミリ2ミリ踏み込んだ程度じゃ動かないわけですよ。あれはそのアクセルペダルに遊びがあるからね。でその中で言うと、まあ例えば龍が如くなんてね、今月曜日火曜日配信とかしてますけど、龍が如くはたくさんプレイスポットっていう場所があって、要はなんかゲームができたり UFO キャッチャーができたり麻雀ができたり将棋ができたりとかね、いろいろ遊べたりするわけですけど、あれってゲームの中の要素という言葉という意味合いで置き換えるんだったら寄り道なんですよ。なのであれをいくらやったところで本編がすごい進むわけでもなんでもないね。なので人から言わせればなんて意味のない時間なんだろうっていう風に思われてもおかしくないものなんですけど、その遊びが面白かったりするんですよね。
なので私は基本的にね、あのスケジュールパンパンパンだけど、あの遊びは作っていきたいって思うわけですよね。いろんなこと集中しながらね、やったりとかあれやこれやってやってかなきゃいけないわけですけど、そのやらなきゃいけない生活の中においてでも、なんとかその遊びの時間を作って、まあ私の場合はね、よく息抜きでサウナに行ったりするっていうのがメインだったりするんですが、何かしらね、自分がその張り詰めてるものっていうのはちょっと解放できる時間を作ってあげるみたいなことっていうのは、あのとっても重要なことなんじゃないのかななんていう風に、あの思っていたりするわけでございます。だからこそなんて言うんですかね、まあ言ってしまえば、もう人生無駄な時間なくね、めちゃくちゃお金持ちですごい知名度の高いお仕事やってるとかっていうのもとても素敵なことだとは思うんですけど、私はそんなお金があってもしょうがないと思ってるんですよ。あの多分だけどね、私はお金があったら多分溺れちゃうタイプの人間なので、なんかそれこそだってお金があればね、変な話高級車乗り回してとかね、贅沢な暮らししてとか、あとはやっぱりお金に釣られてしまう人って男女どちらもいますから、そうなるとね、仮初めの友好関係みたいなのが作れるようになったりとかいろいろあると思うんですけど、私はそれがなんかいいことだとは別に思ってないんですよね。あれこそ虚構だと思ってるので、正直な話ね。だからこそ私はいらないなと思うんですけど、やっぱりお金とか知名度って人を狂わせてしまうところがあって、あの正直な話ね、ルールを守って配信してても全く伸びないんですよ YouTube って。世知辛いですね。ね、こうやってね、あの基本的には何でしょう、言っちゃいけない言葉は言わないようにしながらね、 YouTube のすべてのプライバシーポリシー守りながら毎回毎回こうやって動画を作って皆さんのところにお届けするっていうことをやっているつもりなんですけど、これをやってる限り爆発的には伸びないですよ、もうね。あのそれこそね、まだその YouTube っていうメディアが発達してなかった時に、その動画コンテンツっていうものを提供していくっていう面白みでね、ヒカキンさんとかね、あのウームのね、あの要はレジェンドの人たちっていうのが立ち上がっていって、そこからね再生数取ってるって状況になってるんですけど、今ってなかなかね、要は彼らと同じことをやっても彼らと同じ分だけ伸びない状況になるので、そこに何かしらの独自性っていうのを出していかなきゃいけないんですよね。とはいえ、例えば私って、なんかこんなことラジオで言うべきか分かんないんですけど、不思議な人生は送ってると思うんですよ。やっぱり夢も叶ってるし、ゲームクリエイターになりたいっていう夢も叶って、ゲームクリエイターとしてゲーム作った時期もあるし、それこそ自分がね書いた文字っていうのをなんかいろんな人に楽しんでもらいたいっていうのはね、それこそシナリオライターとしてのお仕事とかで叶ってたりするし、で今もねこうやって制作のお仕事でおまんま食いつなげてる状態ですから、そういうところにもね幸せとか嬉しさっていうのはもちろんながら感じながら日々を過ごしていたりするわけでございますけども、まあなんていうのかな、じゃあ天才的かって言われたらそうじゃないんですよ、はっきり言ってしまえば。別にやってることが全部そのヒエラルキーの頂点じゃないですよね。ゲームも死ぬほどうまいわけではない、喋りも死ぬほどうまいわけではない、歌も死ぬほどうまいわけではないっていう、なんかまあもちろんパラメーターによっては平均以上のものっていうのもあったりするかもしれませんけどね、なんか自分で言い過ぎるとね寒くなるからあんまり触れない方がいいのかなとか思ったりするんですけど、でもやっぱりそういう中で戦っているところなので、変な話 YouTube とかっていう配信の界隈ではめちゃくちゃ一歩何か他者をね、あの置いてけぼりにするぐらいすごいものっていうのがあるわけでもないので、どうしてもその部分っていうのは目立たないんですよ。だからなかなか YouTube とかでね、あの頑張ったところで伸びないっていう状況になっちゃう。でこのね伸びない苦しみはわかるんですよ。なんか自分がめちゃくちゃいいなって思ったものとかっていうのが伸びなかったりするとやっぱりしょんぼりします。うん、なんか俺の中ではね、ニーアオトマタとかはなんかもうちょっと伸びてほしかったなとか、あとは嘘つき姫と盲目王者はもうちょっと伸びてほしかったな、メグと化け物はもうちょっと伸びてほしかったな、あワンダープロジェクト J はもうちょっと伸びてほしかったなみたいな、ゲームタイトルの中にはなんか自分の実況ならではのエンディングが迎えられたものっていうのがあったりするのかなって思ってるものも結構あって、だからそういうものがね伸びたらいいなとは思うんですけど、じゃあ伸びないからどうするかっていうところで、劇薬を垂らしてしまうと生態系が乱れちゃうと思うんですよね。そうだってそれこそね、あの俺がこういう風に毎回毎回配信やってるから見るのが好きって言ってくれてる人が急に俺がね、あの新宿駅とかでね暴れ回ってる動画とか投稿したら、え
ヤガミンってなっちゃうし、きっといつか見なくなるきっかけになっちゃうと思うんですよ。要はみんなは今の俺のファイティングポーズのスタイルが好きだからいてくれてるってことは、俺が違うファイティングポーズの取り方をしてしまうと、それは応援をやめてしまうきっかけにつながるかもしれないっていうことにもなり得ちゃうわけですよね。みたいなこととかを考えると、それらを全部統合した上で、なんていうのかな、どういう風に進めていくのかっていうか、どういう風にこれから展開していくのかって考えなきゃいけないわけだけど、何が言いたいかって、悪目立ちをして、その悪目立ちの仕方で認知された後って、悪目立ちでしか輝けなくなっちゃうんですよ。でそれはとてももったいない話で、要はみんなから見られてないっていう状況のスイッチで考えると、みんなから見られてるから状況が打破できたって思ってるかもしれないけど、それがもしも例えば珍しいものを見たさとか、気持ち悪がられながら見られてるものだとしたんだったら、それは本当にあなたが欲しかったものなんですかっていう風になると思うんですよ。だけどやっぱね、ずっと見てもらってないとね、とにもかくにも見てもらうことが目的になってしまう。要は最初はこういう志があったけど、その志っていうのが何かしらの理由で音を立てて壊れてしまうことって、別に配信とかじゃなくてもいろんなところであると思うんですね。でこのね、あのラジオ聞いてくれてる人のね、世代っていうのがどれぐらいのものかっていうのは、まあデータ見たらわかるんですけど、あの世代によってね、あの考え方とか違うと思うんですけど、一個ね、あのぜひとも聞いていただいてる皆さんにね、改めて思ってもらいたいことっていうのがね、初心忘れるべからずっていう言葉でございますね。やっぱり例えばだけど、ゲームクリエイターになれたあの日っていうのはね、やっぱり自分の中にとってもかけがえのない日でしたね。それで自分が作ったあのゲームとかステージとかっていうのをね、他の人が苦しみながら遊んでくれてたりするのもすごい嬉しかった記憶がありますね。そういうの一個一個がね、とっても自分の中でハッピーでみたいなことはあったわけですけど、でも毎日のようにね、おはようございます、お疲れさんしたっていうのを繰り返していると、少しずつそこにいることが当たり前になってきて、プレミア感がなくなってくんですよね。でプレミア感がなくなっていくとね、どん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 と、あの言ってしまえばそこに対しての意識っていうのが曖昧になっていく自分が出来上がってしまう。で結局ね、まあそこからなんていうのかな、まあ言ってしまえばどん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 そのお仕事へのリスペクトがなくなってしまったりとかっていうのが起きると思うんですよ。だけど一番最初ね、そこで働こうと思った時にはね、一生懸命頑張るぞって思ったりとか、夢を叶えるためにこれを私は頑張るんだって思ったっていう感情は紛れもなく実在していたはずなんですよね。そう、 YouTuber になってる人もみんな何もなんかいきなり悪名を轟かせよう、悪名を轟かせようと思ってやってる人ってほとんどいないと思うんですよ。要は自分にすごい自信があって、自分のことを見つけてさえくれればみんなのことをもっと楽しませられるんじゃないかっていう自分のなりの思いがあって、それできっと始めてるはず。だけどあの手この手をやってもなかなか伸びない、どうしたらいいんだろうって思った時にね、やっぱり見るわけですよ。なんか新宿じゃねえや、渋谷のね、十字路のど真ん中でベッド引いて寝てみるとかね、それこそお寿司の醤油差しのところに口つけるとか、そういう風に誰もやってないことに手を出せば、もっと自分は注目されるんじゃないか、注目さえしてもらえればそこからだったら俺は羽ばたけるね、まだ俺は動けるって思ってね、やれられたりするんですけど、一回ついた印象ってどうにもならないんですよね。これは悔しいけどね。だからやっぱりだけど、草の根を分けるようなというか、毎日毎日の積み重ね、地道な努力っていうのがその人の評価につながったりとか信頼につながったりして、でそれをしっかりと作り上げていけることによって、やっぱりだけど少しずつ見てくれる人、まあ俗に言うファンみたいな人が広がってっていう風になっていくと思うんですよ。だから多分みんなの仕事とか部活動とか、何かやられてる趣味とかコミュニティとか、いろんなところにおいてでも悪目立ちする方法っていくらでもあると思うんですね。私は最初ね、配信者だから例え話をね、 TikTok とかのそういうね、配信者の方に絞りましたけどね、あると思うんですけど、やっぱり一番最初の時の頑張るぞっていう気持ちをね、ちょっと思い出していただきながら、どういう風に頑張ればいいのかなっていう、なんか見つめ直す時間を作ってあげると、自分の中にある芯っていうのが全くブレることなく、毎日少しずつ目標に向かって進んでいけるのではないかな、なんていう風に思ったりする今日この頃でございますね。私も頑張るけどね、皆さんも何かしら目標とかいろいろあると思いますからね、夢とか目標に向かって少しでも頑張ってください。
はい、エンディングのお時間です。というわけでございまして、こちらの番組では皆様からのお便りを募集しております。こちらですね、各配信プラットフォーム概要欄のところにございます、お便り投稿フォームのところからお便りを投稿することができますので、ご安心ご興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひともお便りの方投稿してみてください。ただいま手紙の枚数が非常に少ない状態でございますので、採用率はほぼほぼ 100% なのでね、皆さんのね、周りにあった出来事とかそんな些細なことをですね、よかったら書いて送っていただければ、大体このね番組の中でお手紙として読ませていただきたいと思っておりますので、皆さんの身近にあったお話聞かせてくださいね。というわけでございましてね、まあちょっと今日はね、空き時間が空き時間だったので、まあなんて言うんでしょう、かなりね、自分の中にあるちょっと根の深いというか芯の食った話をちょっとさせていただきましたね。やっぱりね、なんて言うんでしょう、少しずつありがたみってなくなるんですよ、絶対に。なんか徐々にね、なんかそうやってチヤホヤしてくれる人のチヤホヤを当たり前に受け取るようになってしまったりとか、そういう風に何かが崩れていってしまったがゆえに足元が揺らいでしまって、そこから油断してなんかいろいろ起こしてしまったりとか、トラブルの引き金を引いてしまったり、ね、するんじゃないかななんていう風に個人的に思ったりしてますね。それ自体はね、非常にもったいないことなのでね、そういうことが起こらないようにですね、毎日毎日のことをねしっかりと見つめ直していきながらですね、頑張っていきましょう。というわけでございまして、そんなところで今週の番組もここまでです。というわけで来週も同じく水曜日夜の10時にお会いしましょう。ここまでのお相手、私ヤガミことヤガミハヤテがご案内しました。というわけで See you next time, stay tuned, bye bye。 おやすみなさい。